元ボクシング世界王者緊急参戦。できそうなんです。卓球に関しては、もう卓球をこよなく愛する長谷川穂積と石川佳純、涙の激闘をディープ解説。さらに世界王者と百獣のドリームマッチが実現。武井卓球デビュー戦。回転おお、梅地好きだ。これまでの特訓の成果は出るのか。卓球ジャパン、お楽しみに。